ゴルフで最も大切な要素2つ、これはリズムとバランスですね。特にもうラウンド中っていうのはもうこれだけを考えていただいてもいいというぐらい大切なんですけれども、まずそのリズムですけれども、足踏みをすることによって、まあ、腕が動かされる。右に踏んでから右に動き、左に踏んでから左に動くと、いわゆるリズムを足で取るということが大切です。ところがですね、先般こんな質問を受けました。速く振るためにはリズムを速くしないといけないのではないですかっていうような、そういう質問なんですけど、まあ、こう考えておられる方も少なからずおられるのではないかと思ってご説明したいと思うんですけれども、リズムは一定です。例えばこの最小形でですね、要は 1,2 っていうのは踏んでテイクバック開始、踏んでダウンスイング開始ということですよね。 1,2,1,2。 例えば今の 1,2 でボールを打ちますと、今10ヤードも飛んでないんですね。ところが、まあ、リズムは一緒ですけれども、踏んだ後強く回る、1,2、これで、今50ヤードになりました。ということで、リズムは一定なんですけれども、その踏んでからの回転スピードですよね。要は何のために踏むかっていうと、回転するために振る、それを踏んでゆっくり回る。そうすると、1,2 の後の語尾がですね、どちらかというと1,2という感じになりますね。ですから柔らかい球を打つときはそのように声を出しながら打たれるのも一つです。特にバンカーが苦手な方、アプローチが苦手な方っていうのは1,2とこう強く入ってしまうということが原因なんでね。ですからまずはその1,2,1,2は、まあ、一定であるというところ、まずここをご理解ください。